イヴァン・ラキティッチ、ネイマールが絡んでいきます。バルセロナにファールがあったようです。ドイツにも地域ごとのライバル関係が存在します。その最たる例がバイエルンです。妬んで FC ハリウッドなんて呼んでる人もいるそうですよ。はい、バイエルン。笛が鳴り PK です。PK です。文句なしの PK です。しかしラッキーなことに退場にはなりませんでした。本当にラッキーですよ。タックルを狙いましたがボールに行っていませんでしたね。どう見てもファールですよ。落ち着いて打ちました。いいですよね。試合が再開されます。ここまではバイエルンミュンヘンの試合巧者ぶりが目立ちます。ボールの激しい奪い合いです。ボアテン、ダビド・アララ、ロベルト・レバンドフスキー。ドイツはもちろん地理的に見て大国ですが、地域ごとのライバル関係も並大抵ではなく、バイエルンも例外ではありません。バイエルンの成功を快く思わない他の地域の人々は嫉妬心からバイエルンを FC ハリウッドと呼んだりするそうですよ。このあたりの考え方は避けられないことなんでしょうかね。ドイツでは突出したクラブで最も成功を収めていますし、そういった反感にも慣れっこでしょう。こういったことで生まれる競争心からドイツは世界屈指のクラブを生み出しているのかもしれませんよね。ダビド・アラバ、メッシに注目しましょう。味方はいるか。コーナーを獲得、同点のチャンスです。では先ほどの PK シーンをご覧ください。セルジオ・ブスケース、コースが変わります。ロベン、ロベルト・レバンドフスキー、イニエスタが絡みます。イヴァン・ラキティッチ、ここでシュート。このシュートは入りません。これは決めないと。リベリ、フィールドの中盤でボールを奪いました。ラキティッチ、メッシ、ここはキーパー。安定したいい動きですね。マリオ・ゲッツェ、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。レバンドフスキー、この選手がラキティッチです。メッシ、中盤でボールをカットしました。スアレス、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ここでシャビ・アロンソ、マリオ・ゲッツェ、ゴール前に入ってきた。ボールをダッシュ、寄せが早い。スアレス、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、さあどうだ。これはディフェンスが勝った。打った。コーナーを得ました。同点のチャンスです。ボールをキャッチ。フランク・リベリー、
ロベルト・レバンドフスキー、ダビド・アラバ、これはいいぞ、メッシ。ここにいるのはネイマール、シュバインシュタイガー、ロベルト・レバンドフスキー、メッシに注目しましょう。スアレス、ここはリオネル・メッシを止められない。サイドから勝負に行くか。ボールを取ります。シャビアロンソはよく見えています。イニエスタ、中にボールが入る、どうだ、まだあります。シュバインシュタイガー、アロンソ、マリオ・ゲッツェ、ロッペンです。バスティアン・シュバインシュタイガー、ロベルト・レバンドフスキー、入るか、キャッチはできません。ボールがこぼれています。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。ここでハーフタイム、互角といったところでしょうか、堀池さん。はい、どちらも深くは飛び込まない。後半キックオフです。現在リードしているのはバイエルン・ミュンヘン。後半の開始です。ここにバイエルンにファールがあったようです。ジョルディ・アルバ、ネイマールが抑えます。ブスケス、イニエスタが絡みます。ロベン、PK です。主審の判定は PK。 PK での絶好のゴールチャンスを外してしまいました。ラフィーニャです。シャビアロンソです。ネイマール、そのまま返します。ロベルト・レバンドフスキー、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。リベリーがいました。パスは許しません。シュートだ。シュートコースがありませんでした。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。ここにいるのはネイマー、スアレス、ここにいます。イニエスタ、ロベン、
リベリー、まだまだです。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。メッシ、決まるか。コーナーを獲得、同点のチャンスです。セルジオ・ブスケス、シュート。シュートはしっかり詰めている。ボールを守るのはリオネル・メッシ。サイドからのチャンス、決めに来た。ゴール。このゴールで奪ったリードを守れば昇格となります。安全圏に入ったのではないでしょうか。きっと彼らもそう感じているでしょう。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。イニエスタが絡みます。セルジオ・ブスケス、ここにいます。イニエスタ、ミッドフィールドでボールを取りました。ネイマールが絡んでいきます。ここでシャビアロンソ、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ロベルト・レバンドフスキー、再び戻す。この選手がスアレスです。スアレス、ここは2人で回します。ボールをダッシュ、寄せが早い。スアレスのところに行きました。残り時間はわずかですが、チームも勝利と昇格に近づきました。しかし試合が終わったわけではないので、集中力を維持しなければなりません。フォロー欲しいですよ。ディフェンダーを抜いた。打った。素早く詰めたい。これはもったいない。ボールを失いました。スアレス、素晴らしいタックルです。マリオ・ゲッツェ、シュバインシュタイガー、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。アロンソ、ロベルト・レバンドフスキー、スアレス、ファールを取りました。ジェローム・ボアテング、スアレスのところに行きました。ラフィーニャがここに顔を出します。シャビアロンソです。シュバインシュタイガー、ここにいます。イニエスタ、シュバインシュタイガーがボールに絡みます。スアレス、頭を使います。イニエスタが絡みます。キーパーの届く位置でした。試合が終了いたしました。難なくディビジョン5への昇格を確定させました。これで満足するチームではないので、今後も目が離せません。